キャッチクエスチョンズアカデミーのアプリ作る社長です。皆様、世界でチャレンチャレンしてますでしょうか。本日はですね、習慣のリズムの強さというようなところでお話の方をさせていただきたいと思います。私のこちらの番組ではですね、 iPhone アプリを世界で売るための戦略というようなところで、ビジネスマインドとか、そういったところに関して、最近よくお話しさせていただいているところがあるんですが、主に YouTube の方で配信させていただいております。 YouTube の方ではですね、 iPhone アプリの作り方、それからラズベリーパイによるリモートサーバーの構築方法、それから最近ハマってます仮想通貨のマイニングですね。ちょっとマニアックなお話の方をさせていただいているところもあるんですが、こういったお話がお好みというような方、いらっしゃいましたら、 YouTube の説明欄の方から行っていただきますと、番組リストのURL が貼ってありますので、そちらからよろしくお願いいたします。ではですね、今回ちょっとお話しするのは、何事もビジネスに関しては継続が一番大切だと思うのが私の考え方でもあるんですけど、と言いますのもですね、どんなにね、才能のある方とかいいアイデアが思いついた方がいらっしゃったとしてもですね、続けられなければですね、ビジネスにならないというようなところですね。天才だからといってビジネスに成功するっていうわけではないと思うんです。はい、これは受験とかテストとかそんなのとは全くちょっと違う類のものなので、合格点とかそういったものも、特にないわけであり、レベルに上下こそあれ、続けるかどうかっていうようなところが、一番大事だと思うんですね。はい、どんなにそんなにね、上級レベルではなくても、ずっと、5年10年とかね、続けられるような、そういうような才能の方がビジネスにとっては結構重要であったりもするようなところがあります。でかれこれですね、私の方もiPhone アプリの、方はですね、初めてリリースしてからもう5、6年ぐらい経ちますからね。はい、で5、6年前に、作ったものでも未だにこうダウンロードされるものとか結構あったりするんですけどね、とにかくですね継続ですね、継続がやっぱ一番大事というようなところで、じゃあその継続をね、確固たるものにするにはどうしたらいいのかっていうと、やはりこの今回のタイトルでもあります習慣のリズムの強さ、ここにあるんですよね。習慣の中にこう埋め込む、そうすることによって継続がこうできるというようなとこもありまして、今回ちょっとこのようなお話を方をさせていただいた次第でもあります。でかれこれ私の方もですね、この YouTube に関するマーケティングのお話をさせていただいてから、ちょうど年末ぐらい、昨年の年末ぐらいからちょっとやり始めたんですけどかれこれもう4ヶ月5ヶ月ぐらい、結構続けられているような今状況でして、これはですね、私も意図的にね、習慣のリズムの中にこう組み込んで、やってきたっていうようなところもありましてね、そういったところが、一つの継続する強さになったのかなっていうような感じで、一つ、ちょっと考えているようなところもあるんですけど、そんなところもありましてですね、今回、じゃあどういうふうにこの習慣の中にこう組み込んでいったらいいのかっていうようなところを、深掘りさせてお話の方をさせていただきたいと思います。皆様もね、人生の中でね、これはやりたいっていうようなところがあったらですね、とにかく、朝一のゴールデンタイムの時に一番最初にそれをやりたいことから始めるっていうようなところですね。ここが一つ非常にこう重要になってくるようなところでもあります。これはいろんな心理学者や、あとは有名な YouTuber の方も結構言ってたりするようなところもあるんですけど、その朝起きて脳のメモリーがこのリセットされた健全な状態ですよね。それが朝起きてから2時間なんですけどね、ここにですね、なるべく人生の積み上げになるようなことをするっていうようなところですね。ここが非常に重要になってきたりします。メールのチェックとかね、掃除とかそういったものはこうなるべく後回し、そんなのは脳のメモリーとかあんまこうなくても普通にこうできるような、そういうような類の、仕事ですよね。そういったものはなるべく後回しに、せめてやるにしても午後とかね、そんぐらいからですよね。で例えばね、これ私自身にもちょっと言い聞かせたいところもあるんですけどね、株価のチェックとかね、そういったのもですね、実は午後ぐらいからちょっとやった方がいいんですよね。
朝一のね、一番脳が健全な状態っていうのはやっぱね、ハードルの高いかつ人生でこれ自分の生きがいになるっていうようなところから取り掛かった方がいいんですよね。はい、なのでまあ私はね、株価はどうしても朝一でチェックしちゃうんですけど、ちょっとこれ習慣になっちゃってるんですね。まあここちょっと改善したいところもあるんですけどね。まあ、とにかくですね、朝のねこの瞬間っていうのはですね、なるべく目に、無駄な情報を入れない、はい、そこが結構大事だったりするようなところがあるんです。まあ、ちょうどですね、CPU に例えるんであればですね、変な情報が目に入ってしまうと無駄にね、CPU 消費するデーモンがこう起動してしまうみたいな、そんなような感じですよね。はい、目に入ってしまうとですね、自然にそのことについて頭がこう、考え始めてしまうんですね。でそうなってくると脳の無駄なね、CPU をこう消費してしまうっていうようなところがあるんで、これ止めるのが大変なんですよね。一回起動してしまったらですね、はい、P キルコマンドとかそんなんで殺せるわけではないデーモンなんでね、はい、すいません、ちょっと専門的な、ちょっと用語出てきましたけどね。まあとにかくですね、何が言いたいかっていうと、朝一のゴールデンタイムは、まあ、特にね、なるべく無駄な情報を入れずにやりましょうっていうようなところがあるので、なるべく、ルーチンを決めておくっていうのは結構大事だったりします。で私の場合はですね、朝起きてからまず顔、5段階ぐらいのステップまでは毎日、同じこう手順でやってるんですけどね。それが1番目が顔を洗う、2番目筋トレ、3番目この音声配信で、4番目コーヒータイムで、5番目に、IT 関連の情報収集やプログラミングみたいな、この流れですよね。1から5番目までのこの流れ、これはですね、毎朝私のルーチンでこう、朝起きてから一番最初にやるこの順番なんですよ。はい、だからこそですかね、かれこれね5ヶ月間ぐらい YouTube 毎日投稿とか結構できたりするようなとこがあるっていうのも、まあ、こういったとこもあるかもしれないですかね。はい、まあ、とにかく何かね、人生でこれやってみたいなっていうようなとこがあれば、で一番最初にこうやってくるとですね、意外に結構できたりします。はい、でちょうどね、2、3日前ぐらいに1回ねこのリズムを崩してしまった日が1回あったんですね。でこれがですね、2番目の筋トレですね、これをちょっと忘れてしまったのと、あと、お腹を壊してしまってですね、これはですね4番目のコーヒータイムはここ1週間ぐらいちょっと、抜いてるようなところがあるんですけど、コーヒーね、結構ねお腹にあんまりよろしくなかったりするようなとこがあるんで、お腹ちょっとね変なもの食べてしまったりしてね、お腹壊してしまった時とか、こういった時はねコーヒー抜くしかないんですけどね。まあ、とにかくね、このリズムをですねに沿ってずっと毎日こう生活してきたっていうようなとこもあって、だからこそなんですけどね、このリズムがこう崩れる反動っていうようなところもちょっと感じたところがあって、でそれで今回ちょっとお話しさせていただいたところもあるんですけど、それはやはりですね2番目のね筋トレ、これ順番にいつもやってたからなのかもしれないですけど、ここがね1個忘れちゃったりするとその後ろのリズムも結構崩れてしまったりするんですよね。はい、まあ、危うく毎日更新ちょっとできなくなりそうみたいなところもあったんですけど、まあなんかねその3番目に持ってきた音声配信、まあ今こういう話しているようなところもあるんですけど、なかなかね言葉が自分の頭の中に入らずに、なんかペラペラ喋ってるなみたいなところもあったりもして、なんかうまくこう喋れないような時があったんですけど、まあ時もね今ちょっと思い起こしてみると2番目の筋トレをやっぱちょっと忘れてしまったのがあるのかなというようなところもですかね。朝一の方にこう筋トレを持ってくるっていうのはですね、まあ、そんなハードな筋トレをやってるってわけではないんですけど、これね皆さんにもぜひちょっとお勧めしたいところでもあるんですけどね、脳にねこうある程度筋肉を動かすと脳に酸素がこうふってこう取り込まれる感じで、こう視界がパッて広がるんですよね。この感覚はね皆さんやれてみてから分かると思うんですけど、朝起きたところの状態っていうのはですね、あんまりね頭の中にこう酸素が入ってないような、そんなようなイメージがあるのかな。なので筋トレをしてちょっと少し息苦しくなってきたなぐらいの、そんぐらいのこうペースぐらいまでこうやってみるっていうんですね。その時に外から酸素をこう必死に取り込もうとするのか、まあ、どうかちょっと分かんないですけど、それでなんかねこう身の
体の中にこう酸素がふって入り込むような感じになるんですよ。でそれで視界がこのパッて広がる感じね。でこれがで頭がちょっとクリアにこうなって、で朝のあの生活が結構いい感じにこうなってくるんでね、皆さんもよろしかったですね。朝一の方にこう筋トレやりたいことをやる直前ぐらいですねに筋トレやると結構効果的だったりするんでね、ぜひちょっとこの辺をちょっとお勧めしたいと思います。まあね、このねリズムがちょっと崩れたりするとね、逆にねその後半のねいつもやってるルーチンもちょっと崩れちゃったりして、まあそういったところがあるので、リズムを崩した時とかちょっと要注意なところもありますがね、ただこの生活のリズムに乗せると結構継続的に大義あることが結構できたりするかもしれないんでね、ぜひこの辺は皆さんにもちょっとお伝えしたいと思い、今回お話の方させていただきました。では本日は以上になります。最後にいつもと同じ言葉で締めさせていただきたいと思います。 IT エンジニアに栄光あれ。